小沢茂弘は、日本の映画監督、脚本家、駅舎、山伏。戦後、日本映画の最盛期に、娯楽性の高い作品を世に数々送り出し、職人監督と評されている。長野県東地区間郡志賀村出身。駅舎、山伏名、小沢弘士随。本名、小沢茂み。少年時代は、松本市で上映される、無声映画を頻繁に見ていた。 1930年に、旧制松本中学に入学。日本大学芸術科専門部映画科へ入学し、演劇科には、三木の平、映画科には、沼田陽一がいた。在学中の17歳に、映画研究会を作り、熊谷久虎、牧野正弘らに講演依頼をしたのが縁で、やがて正弘の家に居候をし、訓導を受ける。 正広から役者を勧められるが、監督を目指していた。1943年、休学して、松竹下鴨茂撮影所の所長になっていた、正広の下で、坊ちゃん土俵入り、不審感激追を手伝っていたが、学徒出陣で、同年12月1日に、陸軍松本第150部隊入隊1944年5月に、豊橋第一陸軍予備士官学校入学する。 1946年1月に正宏の元へ戻り、暮れに正宏の弟、牧野光男がいた小地区の社員となる。1947年7月14日、東横映画へ映っていた光男を追うように、同社へ移籍。稲垣博士、倉田文と小杉勇、佐々木康史、山本札夫、渡辺栗らの映画スタッフを経て、1950年の 日本戦没学生の手記機家、和田摘みの声の助監督となる。しかし守壁が悪いため、宿屋の2階から机を放り出して、玄関のガラスを叩き割り、このような行為が原因で、監督への昇進が遅れることとなる。助監督の4年を経て、1954年の追撃30期で、初監督。同年9月、東映と専属契約を結ぶ。以降は、 時代劇、刑事映画、ギャング映画、人狂映画、アクション映画など幅広いジャンルを演出した。東千代之介、伏見千、太郎、橋間進、片岡千恵蔵、鶴田浩二、治、若山富三郎、千葉慎一らのシリーズ化された主演映画で2作以上監督している。映画は113作品を監督したが、自身は全身全霊を込め、 必ず当たるというつもりで作った一本として、バクと人間魚雷や回転特別攻撃隊、激突、殺人剣の三作を挙げている。1976年7月28日、佐川清鈴木正文らと、正武プロダクションを設立したが、具体的な活動には進展しなかった。55歳の1977年に、東映を離れる。仕事がなく、 生活も荒れ、一年三ヶ月無収入の日々が続いた。職はがために一般の会社の試験を受けるが、ことごとく落ちた。京都の高島駅団で2年の修行を経て、1978年1月から石川県金沢市で高島博史随としてに駅舎を開業を、同年に山伏の修行を始める。私は、東映以外の仕事は一つもない。 100%、東映の仕事だったんです。そこに、仕事の場がなくなって、何遍も死のうと思ったんです。いろいろあって、裏の大文字さんに毎日登って、京都の街を見て、俺はこの街で生きられるのかと。やっぱり死ねへんという形になった時、考えてみたら先は長いし、何をやって、糧を得るかと本当に力で直そうと、それで駅舎になったわけですと答えている。 2004年に京都市内の病院でリンパ腫によって死去。去年82。自身が企画した映画はなく、制作費をオーバーせず、期日をきちんと守る手法ながら多くのヒット作を作り上げてきた。バクトではヤクザに爆撃の注文を激突。殺人剣では空手テを重要なキャストに当てがうなど、俳優に演じさせるよりその業界の本職を出演させ、 リアルな画を撮る演出をしている。深澤哲也は、概して作風は荒っぽく、極めて多作な職人監督なので、当然のことながら失敗作や出来損ないも少なくないと評している。映画の制作会議で、脚本家がシナリオを読み上げた後、不出来の者のには、チートもおもろないわ、と、大声で宣告を下し、小沢天皇と恐れられていた。著書で、自分は、 困ったやつちゃなんで、この態度が原因で東映から解雇されたと認めており、岡田茂から、君には、得がないと言われもした。笠原和は、バクと七人でこれを言われた時に、まずい下手はあるだろうが、どこがまずいのか、どうして欲しいのかくらい言うべきだろうと、小沢の目の前で脚本を引き裂き、降りると怒った。クランクインまで5日と迫っていたために小沢と、プロデューサーが青ざめ。 小沢が笠原に手をついて謝罪したことで、個々を収めて書き直し、制作にこぎつけたが、動作は当たったと、笠原は証言している。1968年の人間魚雷や回転特別攻撃隊では、キャスティングされていた高倉健に、小沢作品には出たくないと断られたことがあり、小沢は役者なんて小道具じゃないかという考えがあったことは、確かと答えている。 一方で、石橋正氏は、激突。殺人権で、毎日、今日も1日、よろしくお願いします、と、大きな声で挨拶されたと証言し、笠原も、元来気が小さく、悪い男ではない、きちんとした脚本を持っていったときは、真から、嬉しそうな、爽やかな笑顔を見せてくれる人でもあったと述べている。小沢茂弘監督、若君と次男坊は脚本を共作。 ありがとうございます。